おはようございます。ダイナーカッソの坂本です。よろしくお願いします。はい、きょうの10分ウェビナーなんですけども、えっと、4月にございます、弊社の10回目のウェビナーの紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、弊社では、無料の技術セミナーをいくつか開催しております。えっと、今、え、今、 今です、ね、やってる10分のセミナーですね、こちらの一番下のところですね。えー、それとです、ねあの、真ん中のところがです、ね、あの個別のお客さんに大体1時間程度で行うこのセミナーですね。はい、で今回あの、4月に行うのが一番上のです、ねえー、定期開催のオンラインセミナーということになります。はい、こちらの、どなたでもご参加可能のセミナーということになります。 こちらが一応、あれですね、ご案内ということで、ダイカストの特殊材料というテーマで、次回オンラインのセミナーがございます。2023年4月20日、木曜日ですね、10時から11時の1時間です。テーマがダイカストの特殊材料。弊社の井上というアプリケーションエンジニアのものが対応いたします。内容としてはですね、 まあダイキャストで,で、実等で企画されている通常の材料に比較しまして、少し用途をこう延長したような特殊な材料がございますので、そちらの内容を紹介させていただきます。具体的にですねあのここに出ている特殊材料を、用途とかですね実際使われているサンプルをお見せしながら紹介するというえセミナーになってくるというところですね。 ここにある K アロエ、ZA8、E ザックといったですね、実際にその耐食性なり、強度とかですね、そういうのが優れているもので、量産されている材料のご紹介という形になると思います。はい、そしてこういったサンプルですね、も紹介してまいります。 えーまあえー、通常の材料と特殊材の,その比較ですね、あとはその、えー、とどういった、えー、アプリケーションに採用されたとかですね、えー、どういった性能が出すことができただとか、そういう内容もご紹介する予定です。はい、すみません、ちょっと今回は s a トの紹介なんですけども、おまたです、ね、この4月20日に向けた、あのー、ご参加を。 していただくための案内が流れてきますので,で、そちらからお申し込んでいただいて、4月20日木曜日のですね10時からのウェビナーにぜひご参加いただけますよう、よろしくお願いいたします。今回簡単な内容でしたけども、何かございましたらアンケートとでご連絡をお願いいたします。ありがとうございました